おはようございます。すすきの YouTuber のドルフィンです。本日は飲食店アイウェイを3回目です。はい、今回飲食店アイウェイのはい、これも今日は2つやりたいと思います。1つは、はい、うるさくしない、はい、うるさくしないっていうのはどういうことか、これはですね、ホールスタッフさんね、まあ厨房の人もまあ見えないところがオープンキッチンとかいろいろあるんですけど、まあ分かるとは思うんですけどね普通にお店さんやってたら、やっぱりお客さんと接するとこ以外でも見られてます。まあ特に大体のお店そうだと思うんですけど、ホールスタッフさんが立ってて、でお客さんっていうのは座ってますよね。でその体勢から見えるものっていうのはね、やっぱり幅広いんですよ。でやっぱりスタッフ同士がね、楽しそうにやってること、とそれは大事だと思うんですよね。はい、でもなんか盛り上がりすぎちゃってるのを見ると若干でも引いちゃうんですね。お客様的には居づらくなっちゃうので、まあ一言二言を交わすのはいいと思うんですけど、うわーみたいな感じであまり話しすぎない、身内だけでね、盛り上がりすぎないってことですね。はい、あとこれ論外だと思うんですけど、僕の中ではですね、ホールスタッフさん、まあと厨房さんとかね、厨房の中の人たちとかよくあることなんですけど、喧嘩はい、口論というかね、はい、お客様の前でこれをやっちゃうのは飲食店としては僕はもう全然ダメだと思います。っていうのはやっぱりお客様っていうのは、その例えば食べ物を食べに来た時とか飲み物を飲みに来た時、何でもいいんですけど、その雰囲気っていうのが一番大事なんですね。味自体が美味しい美味しくないっていうのもあると思うんですけど、せっかく美味しいものを食べたとしても、なんかその雰囲気でぶち壊しになっちゃって、まあ美味しくないなって感じちゃうのが人間なんで、はい、やっぱり雰囲気自体も大事なんで、みんなが楽しい中で美味しいものを食べてる、みんなが楽しい中で美味しいものを飲んでる、これが最高だと思うんですよね。それを提供できるか、おもてなしできるかっていうことが飲食店として大事だと思うので、はい、怒鳴ったりしてる人とかね、もう論外だと思いますはい、もうなんかツイッターとかでもね、今は言われちゃうような時代なんで、いやこういう店に来たんだけど、なんか店で喧嘩してるよ、はははみたいなね、笑ってそらえる人もいるけど、それを聞いたね、拡散されたお店さんを見てね、なんか、あ、行きたかったけど行きたくないなっていう人も出てくる可能性もなきにしもあらずな時代です。はい、 Facebook、Twitter ね、などで言われちゃったらね、大変ですから、はい、お客様の前では、静かに、まあ接客で話さなきゃいけない時はね、いいと思いますけども、はい、スタッフ同士でのね、そういう盛り上がり、うん、次、まあもしくは、喧嘩ね、などはご法度です。はい、ここは気をつけてください。そしてもう一つ、敬う、はい、これ非常にね大事だと思うんですけど、敬いの気持ちっていうのをね、あまり知らない人もこの世代的には多いかもしれないんですけども、まあ僕らのね時代はもう古き良き時代の、もうまあと間ぐらいだと思うんですよね、思うんですけど、古き良きの部分もあるし、新しき良きの部分もあるしなんですけども、僕古き良きの部分で言うと、やっぱりこう年上の方はやっぱり敬うね、はい、これ体育会系だったので部活がなんか縦社会だったんでね、あれなんです、余計あれなんですけど意識してるんですけど、やっぱりこうそういうことって大事で、なんかその自分より年上の人ってやっぱり自分と関係してる年上の人とつながってる可能性ってすごくあるんですよね。だからそういう人をおろそかにしちゃうと、なんかそういう自分がね、例えばそうであった、そういうなんか年上の人をね、なんか邪険にしてて、で実は自分の上司とつながってましたっていう時にその場に居づらくなったりとかするパターンもないとは言えないので、はい、要は過剰にやるということではないですけども、はい、年上の人は年上の人っていう扱いで扱ってあげるという敬う気持ちですね。はい、こう僕のこの中ではですね、
例えば年配の女性、若い女性、年配の男性、若い男性っていう優先順位があるんですけど、やっぱり一番その中で大事にするのは年配の女性を一番大事にするね。でその次年配の男性で、若い女性、若い男性っていう、まあこれは本当に平等にできたら一番いいんですけど、はい、忙しい時とかね、人数人手が足りない時とかは気をつける順番はね、その優先順位でやるといいよっていう書いてる本もありました。なので、はい、よかったら実践してみてください。はい、今日飲食店のあいうえおういかがだったでしょうかね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。